実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ。ケイケ、待って。マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。アクト、こいつから離れろ。引き剥がされる。ゲゲ。アクト、今のお前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリガ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。
だ。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。正面からは無理だ。背後に回らないと。理解してくれない。守られる。守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない。生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違うのよ。私だって生きていたい。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。共にやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。
は尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。チャンスだぜ。届くやれ。ライト、助かったぜ。ごめんな。またケケ、あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。